ロビアだ。みんなと洞窟に来ました。洞窟なのかこれ、洞窟じゃないの。あ、上がこれ一応洞窟になってるのかな。なんか入り口のとこにね、アルファデスワーム見たいな。うん、一応なんかすごい明るいけど、ここ洞窟みたいなんだよね。一応ね、虫バフは切らさないようにしておきたい。わあ、すげえ、なんだこれ。お、なんかやばそう。入れと。あ、酸ですね、これは。酸ですね。右上になんか出てる。酸性の血。あー、やばいね。あ、死ぬぞ、これ。死ぬ死ぬ。ヘルスの削られ方半端じゃないんだけど。なるほど、潮の満ち引きがあるんだ、ここにも。潮じゃないけど、酸だけど、酸の満ち引きだけど、面白くはある。すヘルスの削られっぷり半端なかったな。でも、あ、ただ、酸ゾーン来た。酸ゾーン、怖え。また多分道引きするんじゃないかな、これ。あー、引いてってる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 。すげえ、なんか準備してるね。ここにね、ほぼなんかリーパーがいるっていう情報だけは聞いてるんだけど、それ以外の情報ないんだよね。連れられてきてるんですよね、今回。そう、せっかく洞窟行くから、ちょっと一緒に、ご一緒にっていう感じでね。あ、虫バフついた。お、燃え盛る地表がある。いてえ、なんだ、え、なに、あ、なに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 。あ、お前かい。出たー、リーパークイーン、レベル15とはいえ、果たして絡めるのか。うまいこと見れないんだよな。あ、今ちょっと見えた。あ、いい感じいい感じ、すごいいい感じだよ。どうよ、こっち向かねえな。タックルさんの方向いてる。タックルさんのヘイト剥がした方がいいか。ヘイトのヘイト剥がした方がいいか。あ、確かに。いいよ、いい。多分剥がれた。あ、来た、来たね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 。行った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 。はらんだのでは。あ、行った行った。乗れるかな、乗れた。潜らねえし。殺せ。まあまあ、潜ったな。ああ、殺せばよかった。何分、あと、あとね、35分。ああ、やっぱそうだな。はらめました。おめでとうございます。ハンさん、じゃあアーティファクト持って。わかない。ああ、はらめたか。アーティファクト持って。じゃあ厳選できるね。入ろう、入ろう。厳選。あ、アーティファクト入りの道中でレベル上げてって。オッケー。さっき全部気持ち悪。これ何、これロック入れだよ、ロック入れ。嘘、ロック入れなの、これ。目玉ロック入れたよ。落ちるかな。とりあえずレベル上げないとだもんね。そうだね、レベル上げないと気持ち悪いよね。スケゾさんの死体ってどうなった。それは回収した。スケゾさん落ちたの。落ちたの。落ちて先行っといてって言ったら、なぜかネームレスが湧いて。多分左行くね。左行くね。あ、エレメント俺発見。あー、ここにあるね。知ってたのか。あ、
こっち側か、俺逆側から上がったんだ。あー、これ捨てた。あ、大丈夫か。あ、ほんとだ、クレートないね。うん、キングくん捨てて。ってことは、いや、こっちはいいよ。どうしちゃって、上がってる。今ね、プラス75。もう終わったじゃん。終わった、終わったじゃん。さあ、生まれるぞ。レベル90のリーパーかな。来た。いやー、来たー。とりあえずクライムして、よし、クライをしようかな。動くなよ、動くなよ。あー、光って見えねえけど、どこだ。あ、よーし、封じ込めた。一回クライを封じ込めた後はもう大して動かないから。はい、ちょっとグリーンジェムをね、取りに行くために秘密兵器を作ってみました。これで上まで登って滑空で飛んでくっていう必殺技よ。これいいでしょ。ちなみにです、はしごはとりあえずここが設置上限だった。地面から高すぎますって出てね、これ以上は設置できなかった。ってわけで、こっから滑空していくってわけっすよ。この水の底とかもまだ行ってないんだよね。いや、行かなきゃいけないとこ結構たくさんあるよ、まだまだ。着地。あ、フィオミアだ。フィオミア欲しいんだよね。ここでテームするか。レベルいくつ ?25 か。いいぐらいだ。うんこ製造機が欲しいんだ。寝た。よーし。よっしゃ、テーム完了した。うんこマン、君は我が家のうんこ事情の救世主。なんか緑のオーラがすげえビュンビュン放射されてる。あんなんだったっけ。スポットライトのごとくなんだけど。なんかやべえ、放射線かこれ。あ、これ洞窟か、さては。あ、これ絶対洞窟だよね。ここか、こっから先が。そうか、なんかルート的には寄生隕石リザリア、あそこにさ繋がってそうな洞窟っぽく見えるんだけど、モヤモヤだから、なんかなるか、症状出るか、変な症状。あ、出た出た。あ、出た。上にキノコ持ってないし、しかも落ちてる。あ、でもこれあれだ、水だから戻れそう。戻れるのかこれ。大丈夫これ。あ、大丈夫だった。でも80秒、蓄積したな。これ死んじゃうか。やばかった。なんかとにかくやばさを感じた。ちょ、寝袋とりあえず置いといて。まあでも言ってダメージを食らうわけじゃないから大丈夫っぽいな。ふう、終わった。まあとりあえず大丈夫だね。何にせよしっかり対策をしてからじゃないと言っちゃダメなところですわ。この緑の川をたどっていけばたどり着くっていうのだけ覚えとくか。ここね。まあ、もしくはハザードスーツ着てけばいいんだろうな、きっと。あったあった。これこれこれ取りに行ったの。
よし、とりあえずこんなもんでいいかな。あんま取りすぎても動けなくなるんで、これが限界。いや、すでにちょっと取りすぎてるな。動きがもうすでにちょっと鈍い。たとえちょっと動きが鈍くなったとしても、このチョン押しジャンプさえ極めていればね、まあ大概帰れるから。ただいま到着。よし、これでもううんこには困らねえ。オッケーオッケー。あ、グリーン持ってきたけど使うのはこっちなんだよな。ハザードスーツを作ろう。ハザードスーツ、ポイントが、ポイントが枯渇するぞ。これ全部覚えて残り69ポイントだ。まあまあ大丈夫かな。頭と手作った胴体レギンスと、さらにプラス1セットぐらい、もう1セットぐらい作るか。